FC 東京の福永雄平です。ロンドンオリンピックでベスト4という、44年ぶりのベスト4という結果でしたけど、メダルが本当にあと一歩で届きそうなところで届かなかったんで、本当にこの悔しさを、次はフル代表の方で果たせるようにこれから頑張っていきたいと思います。2年後に長崎ガンバランバ国体、ガンバランバ大会があります。僕も頑張りますんで、一緒に国体盛り上げていきましょう。